今夜のキックオフ鹿児島、サッカー界の大先輩たち敬老の日に躍動です。なんとかユナイテッドに勢いを、あの企画の新シーズンがスタートします。昨日の白波スタジアムを埋め尽くした青と赤、バトルオブ九州熊本戦です。田上さん、今夜もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いや、昨日はすんごい人でしたね。そうですね、もうでもアウェーかと思うぐらいの熊本サポーターが ね、お越しくださってましたから。はい、熊本戦両チーム合わせて1万人を超えるサポーターがスタンドを彩りました。いや、すごかったですよ。でもまさに J リーグだなって雰囲気をね、熊本サポーターも鹿児島サポーターもいることでこう味わいましたよね、うん。そしてこの試合も序盤のペースは鹿児島、有田亮と2トップを組んだ2ヶ月ぶり出場のノカチャールスがいきなりゴールへ迫ると、今度は自陣からカウンター発動、ノカチャールスの巧みなヒールパスから3試合ぶりの出場でエンジン全開の田中が持ち込み、再びノカチャールスを経由して最後は有田亮。この、ね、シュートを枠に持っていけたらよかったかなと思いますけどね、うん。またコーナーキックになったりチャンスも広がりますから、はい。でも、まあ、打ち切ったっていうのはすごく良かったですね、この早い時間帯で。しかしここまでのチャンスで奪えなかったことがまたもあだとなりました。いや、これもね、ここで中原選手がボール奪ってくれるだろうと周りは見てしまったんですよね。それがやっぱりみんなの足を止めて集中を切らせてしまって、こうちょっとした隙を突かれてこのカウンターでゴールを奪われたと。次のシーンもそうなんですけれども、山口選手が次はボールを取りに行くんですけど、こちらですね、はい、ここで山口選手が奪ってくれるだろうとセンターバックが下がってしまうんですよね。これによってやっぱり相手のシュートできるタイミング、スペースが生まれてやられてしまったと。試合後、チームの問題点を指摘してくれたのは岩谷選手でした。まあ、やっぱ要因は一つではないと思いますけど、やっぱりやるのはやっぱ選手ですし、やっぱ自分たちこうピッチに立っている11人がもっともっとコミュニケーションを取って、行かないときはしっかり引かなきゃいけないし、で行くべきところはやっぱりしっかり声かけてみんなで合わせていかなきゃいけないっていうのは、やっぱ選手一人一人 のコミュニケーションをして、一人一人の意識の問題だと思いますし、より自分たちが同じベクトルを向いてやっていくっていうのが本当に大事だと思うので、まあそうですね、僕は本当にコミュニケーションに尽きるのかなとは感じてますね。はい、コミュニケーションという話も出ましたが、はい、いやでも本当にその通りかなと思いますね。試合を見ててもやっぱりもっともっとうるさいぐらいに喋って仲間を信頼し合ってとことんやるべきなのかなとは感じましたね、はい。ただとにかく勝利が必要です、はい。次はアウェーで栃木と対戦しますので。いや、もう勝ちますよ。はい、しっかりという応援よろしくお願いします、はい。そして今日は敬老の日です。今年も元気な大先輩サッカー選手たちがピッチを駆け回りました。健康で楽しい毎日を送るため、これからもサッカーを生涯スポーツとし、仲間と元気よく楽しくプレーしていくことを誓います。敬老の日はケローの日、恒例となったシルバーカップサッカー大会が今年も開催されました。普段は一緒にボールを追いかけるメンバーがロイヤルレッドとロイヤルイエローに分かれてゴールを目指しました。序盤はロイヤルイエローがボールをつないでチャンスを作りますが、立ちはだかったのは出場最高齢88歳の織田正明選手。すごいですね、88歳です。はい、いや、すごい、素晴らしい。一方、織田選手のセーブから勢いが出てきたロイヤルレッドは、縦パスを左サイドに開くと、そのまま持ち込んで先制点を奪います。いや、バチッとコース狙ってナイスゴールですね。その後2点を追うロイヤルイエローが意地で同点に持ち込みました。ピッチで躍動したサッカー界の大先輩たちから苦しむユナイテッドの選手たちにメッセージです。鹿児島ユナイテッドの試合は毎回行ってます。年間パスポートを買って二人で毎回行ってます。昨日も行ってちょっと残念もう勝ちたい気持ちを持ってもう進んでいくしかないみたいな、私たちがどうこうと言えば、私たちは応援するだけですので、もう
声を出して応援する。私なんかが一生懸命やっぱしこの応援やってますんで、その声を聞いていただいて頑張ってもらいたいと思いますけどね。やっぱり県の代表ですからね。で、まあ、かなり厳しい状況に追い込まれていますけれど、やっぱ自分を信じて、あるいはチームのメンバーを信じて最後まで諦めず戦ってほしいな。せーの、いこう。いや、素晴らしい。先輩たちの言う通りですね。本当感謝です。ありがとうございます。ユナイテッドの大先輩たちもついていますので、下を向いている場合ではありません、はい、ということで、こんな時期ではありますが、お知らせを挟んで新企画です。J2 残留祈願ロングキックチャレンジシーズンユナイテッド。いや、やってまいりました。いよいよ、はい、選手の皆さんにやってもらう日が来ましたね。さあ、今回は田上応援リーダーたっての希望でユナイテッドの選手にロングキックに挑戦してもらいます。これはね、50は超えてもらわないといけないと思ってるんで、あそこ見てもらったら分かると思うんですけど、はい、ああ、もう 50m のとこから測れるように設定してます、うん、はい、最低50ということで、なので50飛ばなければもう記録なし、記録なしですね、はい、いや、そりゃそうでしょ、プロなんだから。そうですね、はい、どんな記録が生まれるのか、はい、楽しみです、はい、楽しみにしていきましょう。すいません、お疲れのところ本当に、すいません、よろしくお願いします。僕 の予想としては、大体試合とか練習とかキック見てたら60ぐらいが平均なんじゃないかなって思います。だって小学生のチャンピオンの子が40メートルだよね。俺、渡る君行くじゃん。渡る行くと思う。だから、ここ2人かなと、1、2争いが、うん、でも僕はダークホース的には中原シュート選手なんですね。無理でしょ。いや、パワー系じゃないでしょ、だって性格性だったらね。ああ、そうね。でも風計算するかもしれない。あ、確かに。これ順番ちょっと決めていきたいんですけど、なかなか順番が決まらないため、一番若手の田中選手に決めてもらうことに。一番誰行きましょう。じゃあ僕一番。おお、一番自分。二番は。二番が。もうプレッシャーかける。誕生日一緒なんで、ありがとう。おお、誕生日一緒だ。三番シュート君で、四番チョウ君で、ジュンキ君。落ちや。最後がジュンキ。落ち。これですね。いいですね。じゃあその順番で。バンディエラだからね。ということで、一回目は田中航選手の挑戦です。ロングキックを測ったりっていう経験はありますか、田中選手は。なんか山口の時に結構遠い距離から決めて、はいはい、ありましたよね、ミドルシュートね。それでなんかそのチャレンジみたいのは一回やったっすね。あ、その時はもう一回決めてみたいな。あ、もう一回あのシーンをもう一度みたいな。そうはやったんですね。ロングキックなんですけど、どれぐらい飛びそうな感じします。いやー、でも60ぐらい行きたいですね。あ、60いいですね、はい。まあ、小学生のチャンピオンが 40m 超えてますから、はい、プロは果たしてどこまで蹴れるのかっていう。しかも一番パンチ力がありますからね、シュートキック注目です、はい。じゃあ意気込みを一言だけいいですか。3、いや、まあ、めっちゃカウント無視するじゃないですか。あ、OK、いきます。3、2、1、最高記録目指して頑張ります。田中選手お願いします。おお、素晴らしい。あ、でも、あ、でも、おお、素晴らしい。あ、でも、あ、でも、いやー、果たして記録は。記録56m40cmです。一緒だ、56m40cm。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでした、蹴ってみて。いや、ちょっと思ったより飛ばなかったです。嘘。まあ記録56m、はい、ということだったんですけど、まあ、これがまあ基準になりますからね。そうですね、まあ、抜いてもらいたいですね。ね、抜いてもらいたいですね、はい。ただでも、もう僕的にはもう1位は田中航選手だと思ってるんで、はい、じゃあまた、はい、今後も頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。田中航選手の挑戦、記録は56m40cmでした。いや、素晴らしかったですね。あの、行くたびに子供たちに
プロってどんぐらい飛ぶのって聞かれてたんで、まあ、それはじゃあやってもらおうと思って、ね、そう今回の企画提案してやらせていただきました、うん、次回は有田選手なんで、はい、どんぐらい飛ぶのか皆さんお楽しみに、お楽しみに、はい、ということでここでお知らせです、鹿児島県サッカー協会が創立75周年記念で式典を開催いたします、当日は日本サッカー協会の宮本恒康会長による講演も予定されています。そしてこの会の開催にあたりクラウドファンディングも実施するそうです。詳しくは県サッカー協会のホームページをご覧ください。いや行きたいな、豪華ですね、鹿児島に来てくださるということで、はい、楽しみに。そしてユナイテッド7連敗ですけれども次アウェー戦です。皆さんの応援がどうしても必要ですよね。お願いします。頑張りましょう、一緒に一緒に応援を続けて頑張りましょう。それでは今週も皆さん一緒にピークオー